こんばんは、ティモンさんです。ゲーム発展国プラスプラスやっていきます。このゲームは、ゲーム会社を設立して、自社ゲームをどんどん発表していって、まあ任天堂とかソニーとかあの辺と肩を並べる大企業になっていこうという、そういう経営シミュレーションゲームですね。初めてね、スマホゲームの動画を撮るんでね、ちょっとどうなるかわかんないですけども、まあやっていきましょう。経営シミュレーションゲーム大好き。さあ会社名を決めてるところからですな。どうしようかね。よし、とりあえず会社名をテーモン堂としましたね。まあ、任天堂好きなんで、とりあえず堂をつけたかったっていうのもあるんですけども、まあ、基本的に僕のゲーム全部テーモンってつけるんで、もうこれでいいか。こんにちは。これからテーモン堂の秘書を務めさせてもらう、檜山秘書子と申します。どういう名前をつけたんだろう、親も。檜山って名字珍しいけど、秘書子つけるかね。これで平社員とかだったらどうなるつもりだったんだろうね、この子ね。テーモン堂でもかっこいいね。初めての方もすでに私のことをどっかで知ってる方も今後ともよろしくお願いします。今後は人気ゲームを出すためにサポートさせていただきます。日本ゲーム発展大賞を狙って一緒に頑張りましょう。日本ゲーム発展大賞っていう、まあ多分その年に出したゲームの大賞を決めていこうみたいな、そういう、大会があるんで、それで1位を目指すのがこのゲームの目的かな？うん。懐かしいな。高校時代とかやってたんだよな、これな。昔のゲームですかね、これね。ゲームで困ったことがあれば、いつでもメニューからシステムの遊び方を開いてください。まずは社員が少ないので、メニューを開いて社員雇用するを行いましょう。今のところ社員がね、2人しかいないわけですよ。で、どんなもんかな。例えば、教育するで見ていけばいいのかな。森田和夫先生。先生森田和夫。プログラマーですね。この人が社員ですかね。アイテムを使うと転職できる。そう。このゲームね、転職っていうシステムもあって、この人は今プログラマーなんですけども、なんかシステム、シナリオライターとか、デザイナー、サウンドクリエイター、それぞれゲームを作ることに、作るにあたって、職業が決められてるんで、それを割り振って、うまいことで使っていってくださいねって、そういう戦略もあるね。宮沢隼人、シナリオライター。とりあえず今現在、この二人が今社員としているってことか。さあ、おはようと。私が出社してきました。ね、遅いね。歩み遅。どっこいしょ。わ、歩み遅いな、まあ。とりあえずゲーム作っていくのが大事なんで、作っていきますか。新規企画。新規に開発するゲームの企画書をまとめていきます。ジャンルと内容は決定機を押すと変更できます。まあ、これでハードとか選んでって、まあ、作っていくわけですよ。マイクロン SX。まあ、こういったゲームをですね、まあ、作っていくわけなんですけども、パソコンゲームか、このマイクロン SX、どっちかで作れます。で、今のところパソコンゲームっていうのが、まあ開発費が100万円でいいわけで、市場シェアか。市場シェアも 38% と、なかなか大部分を占めている。そしてに、引き換えこのマイクロン SX というのは、この日本社っていう会社が作ってる出荷台数80万台のゲーム。で、市場シェアは 61% と。だからまあこっちで出せば、市場がでかいんで、売れやすいよっていうことなんだけども、今のところ金ないんでね。とりあえずもうパソコンゲーム作ろう。そうだね。で、こうやってジャンルを選んで、内容も選ぶ。で、この組み合わせによって、いいゲームか悪いゲームかっていうのが大体判別されていきます。で、まずジャンルからじゃあ選んでいくかい？そしたら。そうだね。初のゲームですからね。パソコンゲーム。まあ、とりあえず間違いないやつやっていこうや。そしたら。いろんなジャンルあるね。テーブルゲーム、アドベンチャー、素材集。素材集めなのかなこれ。モンハン的なことなのかな。素材集なのかな。ひたすら素材を出していくみたいな。映画的なことなのかな。パズル、教育。なるほどね。これじゃあまず内容から見ていけば決めやすいかな。埋蔵金、動物、ロボット、時代劇、忍者、リバーシ、ゴルフ、マラソン。この選択肢でゲームを作れってか。なかなか難しいな。もうちょっと見よう見まねで RPG とか作りゃいいのにな。どうしようかな。そうだね。とりあえずじゃあパソコンゲームだし。まあ、リバーシとか、いいよね。テーブルゲーム。これテーブルゲームなのかな？まあ、テーブルゲームか。じゃあ、テーブルゲーム、リバーシ。で、通常開発。これ、開発の方針が決まりまして、これはまあ、普通の開発。で、速度優先は早く作れますよってこと。で、クオリティが、速度遅くなりやすいけど、クオリティが高いと。いうことですね。で、研究重視。まあ、これはね、左上にこの、フロッピーディスクの、マークがあると思うんですけど、これを使うことによってね、チームじゃね、メンバーがね、レベルアップしたりとかするんで、これをどんどん収集するっていう、そういう、の方針。で、最後は予算増額。これは、単純に、2倍。単純に強いってやつ。単純に強いってやつね、本当に。とりあえずこれで作ってみるか。開発450万。
まあ、とりあえずテーブルゲームとリバーシーだからな。相性はいいだろう。で、ゲームの方向性をこうやって割り振ることによって、そのゲームがどんな感じで作られていくかっていうのが決められます。どうしようかね。とりあえずリバーシーなんで、まあ、絶対手軽さ必要だよね。間違いなく手軽さなんだよな。で、世界観なんかいらねえんだよな。なんだ世界観強いリバーシーって。リアルさだろ。リアルさねえリバーシー意味わかんねえもんな。親しみだろ、あと。こうだろ。これでいいだろ。記念すべき一作目の開発、企画は誰にやってもらいましょう。そうね。企画は社内のシナリオライター経験者か外部の専門家がすることができます。このゲームは、自社のその社員に企画を頼むこともできるんですけども、こうやって外注することもできると。ゲーム好きの石橋橋夫さんとかね。専門学校を卒業したての新人、彼に任せるか。3人目、豊臣秀丸。関わったゲームはあまり売れていないやつ。プランナーですな。しかしまあ、費用が1000万かかると。で、自社社員だと費用が無料でいけますよっていうこと。ただ、シナリオを書くにあたって、まあ、基本シナリオとプログラム、ここが一番大事なんですけど、企画においては。なんで、まあ、外注してもいいね。専門学校を卒業したての新人に、自社社員が負けるの悔しいけどな。まあ、しょうがないな。なるほど。テーブルゲームのゲームですね。はい。きっと面白いものを考えてみせます。で、こうやって任せたら、一番左がゲームの面白さ、金玉が、ゲームの奇抜さ。で、絵の具のところがグラフィック。で、ラッパのところが、音楽か。この4要素で、ゲームの面白さが決まっていきます。これは人気が出そうな組み合わせですね。完成が楽しみです。いいぞ。さあ、ついにゲームの開発が開始されました。パソコンから飛び出るのは開発しているゲームのポイントで、面白さや独創性やバグなどがあります。メイン画面で上下キーを押すと、情報バーがスクロールして、決定キーで詳細も見れます。ということです。はい。今のところ新作が 10% 出来上がったってことですね。そうですね。うん。遅いね。やっぱ社員2人だもんね。それ遅くもなるわな。まあ、特にやることもないんだよな。とりあえずゲームができるまで待つんだよな。ピコゲームマガジン最新号が発行されました。ゲーム業界の動向。入学シーズンが終わり、最近は電車の中でゲームをする学生の姿がちらほら見えます。このピコゲームマガジンはそんなゲームファンのために雑誌なのです。なるほど。ファミ通みたいなことか。さて、間もなくゲーム業界は夏休み初戦にあります。なるほどね。夏休みはやっぱり植えるんだ。夏休みや冬休みの時期はゲームの売り上げが伸びるため、ゲーム会社は競って新作を出していきますので、どんなゲームが出てくるか楽しみですね。また最近は、テーモン堂という会社も新規参入したようで、今後も注目していきたいと思います。ありがとうございます。夏に出すと冬に出すので、やっぱゲームが売れると。このリバーシー。リバーシーだからな。今更なんだよな。今更リバーシーをパソコンゲームで出して売れんのかっていうのは正直あるんだよな。しかも別に普通にリアルさと手軽さだから、普通のリバーシーと変わんねえんだよな。売れんのかな、このリバーシー。開発中のゲームアルファ版が完成しました。これから本格的に絵を入れていきましょう。キャラクターデザインは誰に頼みましょうか。社内のデザイナー経験者か外部の専門家が作れます。さあ、これもグラフィックがね、ある人間に任せていけば、よりポイントが高いのが得られるってことなんですけども、上村春樹くんに任せてみるか。漫画好き。今んとここのゲーム、完全に同人なんだよな。専門学校を卒業した人のやつと、漫画好きにしか任せてないんだよな。私に注文していただけるとは光栄です。リバーシにぴったりなデザインをしていきたいと思います。任せたぞ。頑張れ頑張れ。内容がリバーシとは！うわ、すごい。頑張ってる頑張ってる。ってことはこれをこうして、おし、いいぞいいぞ。ふう、我ながらいい出来栄えです。はい。さあ、今のところ 40% 出来上がってるけども、社員が2人なだけあって、やっぱり、遅いな。仕上がりが。全然遅いんだよな。お、炎が出た。この炎が出ると、こうやってポイントが得やすくなる。で、このポイントが高ければ高いほどいいゲームになっていくと。いや、いいね。檜山ひしょこなんもしねえな。檜山ひしょこと俺なんもしねえな。俺の机なんも乗ってねえな。これ絶対文句言われるって。なんもしてねえんだもん。ただ見てるだけなんだもん。遅えなって言いながら。檜山ひしょこもずっと見てるしさ。これは疲れた。ほら疲れてんだよ、向こう。疲れたって言ってんのにさ。俺なんもしないんだもん。これは怒られるよ。開発中のゲームベータ版完成しました。最後に音楽を作り込みましょう。社内のサウンドクリエイター経験者か外部の専門家が作れますと。そうだね。まあ、だからまあ、これもサウンドの値を見ていって、どんどん任せる人を選んでいくと。ベトーベン。ベイトーベンか。ベイトーベン。
3、音楽好き。鼻歌から口笛まで幅広くカバーできねえんだよな。鼻歌から口笛はもう趣味なんだよな。モーツアルト。完全にモーツァルトだな。ゲーム音楽の作曲経験は少ない。費用900万。まあ、100万でいくか。わかりました。リバーシのイメージに合った音楽になるよう頑張ります。そんなに凝らなくていいんだけどな、リバーシの音楽って。なんだリバーシの音楽って。テケテケテンとかでいいんだよな。テケテケテン、テケテケ、テケテケテンテンテン。こんなもんでどうでしょう。さあ、いいですね。今んとこ、第1作目、できてますよ。疲れた。さあ、疲れてるけど、頑張れ。頑張れ、頑張れ。俺はただ見ることしかできない。さあ、今んとこ費用はね、4250万円あるんでね。これをどう使っていくか。バイバイって言われた。開発中のゲームが完成しました。これから開発中に発生していたバグ取りに作業に向かいます。バグは消すたびに研究データが手に入り、社員のレベルアップなどに使えます。また、開発中のゲーム情報の画面からバグが残っていても出荷することができます。まあ、バグ残ってる状態で出荷しても意味ないんで、バグ消すまでこうやって見るしかできないですね。やっぱ僕には見ることしかできないんだ。おはよう。森田さん、うせえな。さあ、早くバグ取ってくれ。今んとこ春先から頑張ったのに、もう夏過ぎてるぞ。もう秋になっちゃうぞ。もう秋になっちゃったよ、ほら。秋になっちゃったよ、リバーシ出すのにさ。5ヶ月かかっちゃったじゃないの、リバーシ作んのに。リバーシ作んのってそんな大変なのかな？プログラム上そんな大変なことじゃないんじゃない？専門学生でも1日で作れるレベルじゃない？そんな簡単じゃないのかな、やっぱり。さあ、バグがあと1つ消えれば、来ました。記念すべき1作目のゲームソフト、ついに完成しました。今回はグラフィックが高いものの、全体は低調です。なるほどね。じゃあ、このテーブルゲームにタイトルをつけていきましょう。さあ、ゲームタイトルは、マジで白黒つけようぜ。こうなりました。10文字までね、つけれるんで、これでいきますね。マジで白黒つけたいときにこれを使ってほしい。まあ、全体的に低調なゲームではあるんだけども、これで出荷しよう。仕事としてやりました。うむ。組み合わせを見直すべき。うむ。社員を教育してみよう。将来性を感じる作りだ。さあ、これね、ファミ通の雑誌でレビューされるんですよ。で、この雑誌のレビューによって、ゲームの売れ行きとかがだいぶ変わってくるんで、今は、まあ3点、4点とかなんですけど、これ10点満点なんで、1人。なんで、まあ非常にね、評価は今のところ低いです。ちょっと低い点数ですが、もしかしたらユーザー買ってくれるかもしれません。売れることを願いましょう。もうあとは我々にできることは神頼みしかないんだ。あとはもう願うことしかできない。さあ、頑張ってくれ。さあ、ここで、やることがもう一つあります。行動ですね。ここで、宣伝広告を打つことができます。で、この宣伝広告によって、この会社が有名になって、そのゲームの売り行きが変わると。なんで、なんでもいいんですけども、ラジオ広告とかやってみるかい？ラジオに出してみよう。テーモンドの知名度が上がりました。ゲーム出すんだよ、うち、つって。ただやっぱラジオなだけあって、小学生は見ないんだな。まあまあいい。リバーシだから。まあこんなもんだから。リバーシ今更買う人いんのかよと思ってるから、正直俺も。さあ、売れてますね。ついに自社ゲームの発売が開始されました。早速全国でファンがちらほらと微増しているようです。今後は宣伝も行って、さらに会社の知名度が上がるといいですね。ですね。お、いいね。うわぁ、女子小学生誰も支持してねえ。女子小学生うちのこと嫌いなんだ。くそぉ。あ、でも売れてんな。1万本売れた。今更リバーシ1万本売れる？マジで白黒つけようぜの1週目の売り上げ速報が届きました。販売数は 11,252 本でした。売り上げチャートは圏外だったようです。めげずに頑張りましょう。さあ、この売り上げチャートってのもあるんですね。さあ、このゲームが売れることによって右上のお金がどんどん増えてると。このゲームがお金が増えることによって、どんどん新しいゲームを作っていけるよってことなんですけども、ちょっと社員を雇用しよう。少なすぎる。社員がいなすぎる。先日のラジオ告で好評で、巷でファンが微増しているようです。よかったよかった。今更リバーシが。あ、女の子も増えた。よかったよかった。今更リバーシが売れることあるんだね。さあ、雇用するか。ちょっと人が少なすぎるな。雇用の形態も今のところ募集方法3つあります。知り合い経由が500万、雑誌で募集が2200万、ネットで募集が5500万と。まあ、知り合い経由でいいな。お金ないしね。早速私や社員の指令を当たってみます。いい人が見つかったらお知らせしますので少々お待ちください。先日の知り合い経由で募った入社希望の結果が出ました。なんと3人の応募がありました。誰を採用しましょう。いいね。ということで、これで決めれるんですけども、
どこが足りないかって言われると、やっぱ音楽系も足りないですし、まあ、全部足りないんですよね。三段原ヘルオ、食後のドーナツが欠かせません。まあ、こんなやつは雇いたくないよね。うん、食後のドーナツ食うやつはゲーム向いてないよ、多分。長下ひろみ、ゲームの専門学校を卒業しました。おお、即戦力じゃないか。デザイナーで36もあるんだから、グラフィック。はい。松山千里、絶対音感のようなものがあります。絶対音感があるわけではない。絶対音感のようなものがあると。スタンドクリエイターではあるんだね。なるほど。音楽は確かにここいいよね。でもグラフィックいいよね。グラフィックある人ね。雇用しよう。で、もう一人。どうしようかな。もう雇用しちゃおうか。4人まで今のところ雇用できるんですよ。雇用しちゃおう。よし。女二人入った。OK。女が二人入りましたよ。うわ、来た来た。女が二人来た。おじさんと金髪のところに。これは花が出る。これは花が出るぞ。さあ、早速ゲームを作ろう。そしたら新作だ。まあ、パソコンでいいな。このゲーム、マイクロン SX はライセンスが2000万かかるんで、まず2000万分取られるんですよ。って考えたら、まだパソコンの方でちょっとちょびちょびゲーム作ってた方がいいよね。さあ、ゲーム内容だな。どうしようか。ジャンルが何があるんだかな。アドベンチャー。アドベンチャーゲームなんかいいじゃないのよ。アドベンチャーゲームなんかめちゃくちゃいいでしょ。ちょっと指の操作がいまいち追いついてない。どうしよう。アドベンチャーゲーム。多分、忍者アドベンチャーなんかもうめっちゃ売れるでしょ、こんな。忍者アドベンチャーだよ。めちゃくちゃ、パソコンゲームで、忍者アドベンチャー。70年代じゃん。いや、リアルさいらないでしょ、忍者アドベンチャーに。どっちかというと、親しみやすさは大事だよね。で、世界観大事だ、世界観は。3入れよう。で、作り込みも入れるか。あ、ちょっと待って、もう指の操作が。ちょっと待ってくれよ。作り込みも入れるか。3入れよう。これ、Android 版でね、300円で売ってるんで、意外といいですよ。暇つぶしになるし。親しみやすさちょっと1削って、斬新さ1いくか。あ、これでいいんじゃない？さあ、企画は誰にやるか。で、企画をね、連続で頼むと、あんまり能力が伸びない。能力っていうか、うまくいかないことが多いんで。まあでも、外注は関係ないのかな。まあ、もう一回ちょっと石橋橋に頼むか。専門学校を卒業したての新人頼もう。いけいけ、忍者のゲームを作れ。忍者アドベンチャーだ、俺らが作るのは。次は忍者アドベンチャーが売れるんだ。ほら、もっといけんだろ。我ながらいい出来栄えです。かなり奇抜な組み合わせ。そうか、忍者アドベンチャーは割と奇抜じゃないんじゃない。なんと世田谷社が新しいハードを発表するという情報が入ってきました。セガだね。早速発表会場に足を運んでみましょう。はい。ああ、皆さんこんにちは。本日は弊社最新ハードのウルトラドライブの発表です。おいよ。次々と面白いゲームを出すので、皆さん楽しみにお待ちください。なお、初回出荷台数は99万台の予定です。新しいゲーム機が発売されましたね。資金に余裕が出てきたら、我が社もライセンスを取得して参入しましょう。さあ、新しいハードが来ました。しかし、相変わらず我々は、やっぱりこのパソコンゲームを作り続けるという絶対早く違うゲームやった方がいい。ゲームの方向性とジャンルがマッチしてアドベンチャーがレベル2に成長しました。そう、ジャンルとね、テーマっていうのはね、レベル1だったんですけども、どんどんよく作っていくと、レベルが上がってくって、ノウハウがしっかりしてくるんで、面白いゲームが作りやすくなっていきます。また、新しい方向性も発見し、今後割り振れる方向性ポイントが 2% 2ポイント増加します。2% 増加は全然増加しないもんな。消費税だったら相当増加してるけどな。社長、開発中のゲームのグラフィックアップに挑戦したいんですが、許可はいただけるんでしょうか。なるほど。これはね、研究データを使って、グラフィックを上げることもできるってことなんですけども、研究データ20個も使って、成功率 30% しかないんで、これはもういいな。お前は顔出すな。宮沢、ゲームの方向性と内容がマッチして忍者がレベル2に成長しました。よかった、忍者がレベル2に成長した。うちの忍者が、レベル2になった。マジで白黒付き合わせの発売終了。売り上げは3万1000本でした。あ、まあ、売れた方じゃない？このご時世で3万1000本も売れたんだから。開発中のゲームアルファ版完成しました。はい、絵を入れましょう。さあ、グラフィックせっかくだから、じゃあ、長下さんに頼むか。あら、ついにこの絵が来ましたか。低問答発展のために忍者の絵を頑張ります。頑張れ。やれ、忍者を。売れ。作れ、忍者を。かけ、かけ、とにかく忍者かけ。めっちゃかけ、忍者。いっぱいかけ。
よし、追加しろ。よし、いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ。よし、気合い入れたね。いいぞ、流した。もう結構、この、うちの命運かかってるぐらいの大事業であるからな。もう残り3000万しかないよ。これを売り上げないといけないんだ。さあさあ、なかなかできてきたよ。60%、バイバイ。あ、帰っちゃった。帰っちゃった。みんな帰ってく。みんな帰ってく。自由出社、自由退社なんだね、うちね。すごい。森田、バイバイって言ってる。おじさんがバイバイって言って帰るの可愛いよね。おはよう。さあ、音楽。まあ、せっかくなんで、絶対音感がありそうな松下、松山さんに頼もう。いけ、忍者の音作れ。忍者の音楽作れ、忍者の音楽。忍者の音楽作れ。みんながこの音は忍者だなって思う音作れ。よし、いいぞ、いいぞ。いいね、やっぱり。優秀な社員だな。最高だ。さあ、この忍者アドベンチャーはどんくらい売れるかな。忍者とアドベンチャーやっぱ相性いいからな。お、ピコゲーマガジン最新号。先日発売されたゲーム機のウルトラドライブという人気が高く、あっという間に出荷台数が100万台に到達。ゲーム機も時間とともに売れていきます。はいはい。人気ゲームソフトが出るとゲーム機と一緒に買っていく人も多いようです。一本のヒット作がゲーム機の勢力図を変える可能性もあるのです。モンハンセカ G みたいなことだよね。セカンド G が、PSP めっちゃ売れたみたいな、そういうことだよね。社長、開発中ゲームの独創性アップに挑戦してるんですが、許可はいただけるでしょうか。どんなもんかしらね。うわー、もうこれ 30% かー。ちょっとまだいい。お前は顔出すな。しょんぼりしろ。お前そういう顔出したことにしょんぼりしろ。ゲーム完成。さあ、バグが18個ありますね。バグを取ることによって研究データが、溜まります。左上のフロッピーの絵は現在の研究データ量を表しています。研究データは社員のレベルアップに使ったらいいか。分かった分かった。オッケーオッケー。使う使う。今度使うさ。さあさあ、忍者アドベンチャー売れるかな。楽しみだな、忍者アドベンチャー。どうなるかな、忍者アドベンチャー。忍者ってアドベンチャーだからね。忍者でアドベンチャーは売れるだろう。俺も買うもん、忍者でアドベンチャー。パソコンゲームで売ってたら買っちゃうよね、忍者アドベンチャーゲームなんか。キラーコンテンツだもん、やっぱり。さあさあ、タイトルどうしようかな。忍者アドベンチャー、いいぞいいぞ。お疲れ。森田帰るな、すぐ。ねえねえ、話しかけんな。ナンパすんな、おい。金髪がよ。2作目のゲームソフトがついに完成しました。今回はサウンドが高くて、いい傾向です。組み合わせの奇抜さはどこまで受け入れられるか不安ですね。さあ、タイトル何つけようか。さあ、タイトル、俺、忍者、よろしく。売れるかな、アドベンチャーゲーム。忍者が、こういう自己紹介することは絶対ないからね。俺、忍者、よろしく。そんなやつ忍者やめた方がいいからな。さあ行け。将来性作る。技術不足。なんじゃこりゃ。こりゃつまらん。うわ。ひどい割れようだ。俺忍者よろしく。俺人ダメなんだ。ちょっと点数低い。そっか、でもか、願うか。いや、俺人売れねえのかな。宣伝次第かな。ネット広告出してみるか。やっぱ時代はネットだろう。よし、知名度上がった。あ、いいね。社会人に、受けてるね。俺人。よし、俺人売れろ。いいぞ、俺人売れてる、売れてる。俺人売れてる。いいじゃん、いいじゃん。お、リバーシ越しそう。リバーシ越しそう。2万本、売上チャートは ?25 位。なるほどね。なかなかランクインできないね。いや、でもこの調子で作っていこう。3作目。どうしようかな。ちょっとそろそろ、ライセンス取るか。いや、でもちょっと怖いな。4000万分取られるのやばいな。ちょっとさすがに3作目もパソコンで出して、これで稼いだ金でちょっと次のやつ行こうか。うわー、どこ行こう。アドベンチャー、ロボットアドベンチャー。うわ、どうしたらいいのこれ。って時に、こういう時に社員を教育するんですよ。そしたら意外といろんなものを持ってきたりするんで、こういう時はね、社員を教育するんです。散歩させてみよう、森田さんを。おじいちゃん散歩。はい。能力がアップ。で、まあ、これは無理だったんで、読書させてみよう。読書しろ。本読め。本読め。はい。能力がアップ。はい。なんかなかなか伸びないな。社員の教育することによってね、意外とそうやって、題材を持ってきたりするんですよ。ちょっと待っててね。なんか持ってこないかな。
持ってこない？ちょっと映画鑑賞してみて。宮沢さん。どう？あ、来た！内容、映画を新発見。そう。こうやってね、教育させることによって意外と内容を持ってきたりするんでね。これをやらせて、ゲームの題材を増やしていく。これが大事。さあ、5万本いきそうだな。じゃあ5万本いきそうだから、ちょっとここでなんか作るか。内容から決めていくか。映画1000万かかんの？映画ってすご。映画の素材集とか売れるだろ。映画の素材集売れんだろ、これ。これゲームなのか、本当に。これ本当にゲームなのか。映画の素材集だぞ。本当にゲームなのか。しかし、行くしかないか。ちょ、これは確かに行く気がする、これ。これはいい気がする。映画の素材集なんかこれ一番いいっしょ。これいいだろう。親しみとかいらねえんだよ、もう。手軽さもいらないもん。なんだろう、マニアックなのかな、これ。結局マニアック、世界観。映画の素材集はもう絶対ゲームじゃないって。まあ、いっか。どうしよう、もう思い切って行かせてみるか。この辺に。映画の素材集で行こう。映画の素材集にこれもう命運を託そう。もう会社が傾いてもしょうがない、これで。いけいけ、もっといけもっといけ。おい、クソが。人気が出そうな組み合わせ。よかったよかった。しかし、1000万叩いた割には全然シナリオ作ってくれなかったな。さあ、どうだどうだ。あら、これ、どうやったらこれ、市場リサーチじゃない？違う違う、これじゃない。どうやったらこれスクロールできんだ。スクロールができねえな。こうか。あ、でも5万本売れてんな。あ、こうやってすんのか。はいはい。開発中のゲームのサウンドアップ。いや、これはさせたいな。ちょっと、一か八か。51%。51% だから、ガロとかだっけ？なんかの SD 入るときと一緒だ。いけ、51%。入れろ！バカ野郎がよ！バカがよ！宮沢のバカがよ！バグめっちゃ増えたじゃねえかよ、おい。おい、何トボトボ帰ってんだ、おい。おい、謝れ。隣みんな。宮沢、隣みんな。謝れ。あー、俺忍者よろしく、5万本売れた。まあ、でも5万本売れたな。あ、誰か来た。絵を入れましょう。前回任せた人に入れちゃうと、結構、下がっちゃうんで、これが。あんまり被らせない方がいい。さあ、内容映画、いけいけ。結構原画デザイン大事だぞ、これ。素材集だからな。おい！もっと頑張ってくれよ、おい。もっと頑張ってくれ、おい。お、アイテム販売をしている日本アイテム商事のものです。ちょっと広告ですが、とっても役に立つアイテムを取り扱っております。各種テクノロジーを扱うとき研究データが必要ですが、何度も使えますよ。ああ、なるほどね。この研究データを利用してグラフィックとかをアップさせることができるアイテムね。はいはい。なんですけども、ここで最も買っておくべきは実はこれなんですよ。今後のことを考えると。ああ、違う違う。あ、危ない危ない。ちょ、2つ買っとこう。転職の教科書大事なんですよね。後々ね、転職させなきゃいけないんで、いろんな人。ピコゲーマガジン最新号。私たち取材班は今回、有名なゲーム開発者とコンタクトに先行しました。そこでインタビューによると、作れるゲームの内容を増やすには社員教育もなど良いようです。さっきやってたことですね。また職業の種類やレベルによって教育で発見される内容も違うそうです。おー、そうなんだ。シナリオライターは職業柄特に内容の発見が得意だし。おー、シナリオライターいいんだね。なるほど。シナリオライターを教育させていくってのは大事なんだ。ってことはやっぱあいつなんだな。金髪なんだな。さあ、頑張れ頑張れ。映画の素材集だ。疲れたじゃねえよ。なるほどじゃねえよ。お、いいぞいいぞ。金髪いいぞ。頑張れ。しけいけ。もっとやれもっとやれ。いいぞ、もっとやれ。ふーん。相手にされてないな。いやー、しかし若者もでかくなんのかな。さあ、80%。完成しましたが、いよいよ音楽か。そうだね。ちょ、ベートーベンにかけてみるか。ちょっとこの映画のやつ、内容の映画の素材集、いいんだけど誰も頑張ってないんだよな。まあ、こんなもんか。本当にこれ映画の素材集として成功するのか。社長！開発中ゲームの独創性アップ。行ってもらおうか。いやー、しかし 40% 無理だな。やめよう。やめろ、森田。やめろ、森田、お前は。顔出すな。
自分を出すんじゃない。お前はただゲームを作れ。おはよう。おはよう。くそ、なんてのんきな社員たちだ。のんきすぎる社員が。すごいのんき。よくできた。よし、完成。さあ、バグ36個あるんでね。これを消していきましょう。しかし、このバグの消し作業によっては夏に出せるんじゃないか、これ。ただ、映画の素材集、子供買うか映画の素材集、子供買うんか果たして、そしてゲームなのか、これは。ゲームじゃないんじゃないか、これ。素材集めなのかな素材集なのかなどっちなんだろうちょ、バグ早く消してくれ。ちょ、夏に売ろうぜ。4週までに売ろうぜ、夏に。さあ、あとちょっとだ、あとちょっと。で、ここでとりあえず金稼がねえと、ちょっと俺もう、金ねえんだけど。金なくなんだけど。ちょ、金なくなっからさ、売らなきゃ、売らなきゃ。やばい、もう秋になっちゃったよ。年に2個しか出してねえな、ゲーム。大丈夫か？傾かない会社。2年目だよ、もう。3作目。サウンドが高くていい傾向。さあ、タイトルですな。映画の素材集か。タイトル、ゲームじゃないが買え。よーし、売るぞ。ゲームじゃないけど、買ってくれ。頼む。ゲームじゃないが。次があったら頑張れ。アイデアは面白かった。タイトル画面は良かった。組み合わせを見直すべき。あ、でも16点。いいんじゃない？売ってほしい、売ってほしい。宣伝かますか。もう宣伝打ったら死ぬけど。いや、もう、頑張れ！ラジオ広告！俺は48番になってもいい。ラジオ広告を打つ。頑張れ！ラジオ広告を打つから。48番しかないけど、会社。これが売れなきゃ俺らは死ぬ。いけ！ゲームじゃないか買え。ゲームじゃないか買ってくれ。ゲームじゃないけど、うわ、売れてる売れてる。いいぞ、3万9000本。10位！おーし、トップ10入った。いいぞ、ゲームじゃないか売れろ。ゲームじゃないか自社最高記録更新だ。おーし、いいぞ、いいぞ。お、そろそろゲーム機の開発ライセンスを取得。そうだなぁ、そろそろゲーム機を作んなきゃなぁ。よし、じゃあ。一旦これで。よし、じゃあ。そろそろね、次パートではゲームライセンスを買ってパソコンゲーム以外を買おうと、使おうと思います。それじゃあ今回はこの辺で終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。